にハマる靴があるなんて本当嬉しい。三木屋へ来る前にどんなことで悩んでおられたんですか？1年くらい巻き爪で悩んでおりまして、とにかくハマる靴だよね。履いてみてって言われてもハマらない、はい、なかなかハマる靴、はい、ハマる靴がねなくて困ってました、はい、何がきっかけでうちを知ったんですか？ Facebook の方でこの三木屋靴店知りました。ありがとうございます。うちを知っていただいてすぐに来ていただいたんですか？ずっと来たかったんですけどなかなかね遠くて来れなかったです、はい、そうですね、鏡ヶ原から来てくださったんですもんね。ずっと来たかったんです。 ありがとうございます。今日は、フォーマル用の冷蔵用の靴をお決めになったんですが、この商品をお求めいただく決め手となったことは何ですか？靴ってね、置いてあるやつをただ履けばいいと思ってたんですよ。はい、足のこの力のかかり具合とか本当にね丁寧に調べていただいて、はい、合う靴を私にあつらえてくださったっていうところがね、あとねデザインもすっごく気に入っちゃったんですよ。ありがとうございます。実際に三木屋に来ていただいてどんな感想ですか？優しいご主人様と明るい奥様のこの雰囲気とても気に入りました。といろんな靴取り揃えてて、私本当幅広でね、もうデザインは諦めてたんですけども、可愛い靴をご提案いただいてとても嬉しかったです。ありがとうございました。